ハリケアイダが現地時間の29日午後1時ごろアメリカ南部ルイジアナ州ポート・フォション付近に上陸しましたニューオーリンズ全域を含むルイジアナ州とミシシッピ州において100万件以上が停電し少なくとも2人が死亡しました洪水で閉じ込められた人々を救出するために100隻以上のボートや ヘリコプターが出動し、損傷した送電網を修復するために、電力会社の修理員がすぐに現場に駆けつけました。アメリカ本土を見舞った、史上最強のハリケーンの一つとなった、カテゴリー4のハリケーン間は、発達した状態で、29日にルイジアナ州に上陸した後、30日にはようやく勢力を弱め、熱帯低気圧になりました。 ルイジアナ州のジョン・ベル・エドワーズ知事によると、ルイジアナ州兵4900人以上が動員し、住民支援のために195台の水上車、73隻の救援船舶、34機のヘリコプターを手配して、洪水に取り囲まれた人々の救助に当たったと発表しました。また、地方や州の機関も同様の救助施設を数百も設置しています。 知事のオフィスによると、電力網へのダメージは壊滅的であるようです。エドワーズ知事は29日、州内の3万人の電力会社社員が電力供給の復旧作業をしていると述べました。地元警察官は、電力の完全復旧には数週間かかると述べました。ニューオーリンズは、アイダが上陸してからすでに24時間も停電しています。今のルイジアナ州は 真夏日であるため、電気がないと、多くの人が冷蔵庫やエアコンが使えなく、非常に厳しい状態になっています。電気や燃料が不足しているため、ニューオーリンズ市の緊急対策本部長であるコリン・アーノルド氏は、退避した人たちに戻る理由があまりないとして、少なくとも数日間は離れるように促しました。ハリケーン間の風速は 150mph で、 アメリカ本土を見舞った史上5番目の大型ハリケーンでありルイジアナ州に上陸した2番目の強いハリケーンとなります30日の正午頃には風速は時速40マイルまで低下し熱帯低気圧になりましたミシシッピ州ジャクソンの北北西35キロの地点にあり内陸で大雨をもたらし鉄砲水を発生させる恐れが依然としてあるとしました